はい、おはようございます、シロです。はい、今日もですね、カーウォッシュ大井さんの方に来てまして、洗車をね、しようということで、来ました。まあ、今日はですね、洗車というよりもですね、今ちょっとボンネット今開けてるんですけど、ボンネットのですね、こういう樹脂のところを今日はね、きれいにしてみたいな、クロスヤをね、復活させて、ボンネットを開けた時も中がきれいというような、状態を作りたいと思います。はい、そしてですね、今ボンネット内の、中の状態ですね、エンジンルーム、こんな感じですね。こういった汚れがね、拭いてもね、ちょっともう取れないっていうかね、そういうちょっとくすんでるような感じですね。ほらほら、こういうのね、それとかね、やっぱり気になってるとこね、クラウンね、ここ手入らないんですよ、ボンネットを閉めてると。なんでこことかね、汚いですよね。この辺もですね、今日はね、ちょっと綺麗にねしてみたいなというふうに思ってます。はい、そして今日使用する商品はですね、こちらシュアラスターさんの黒ツヤ復活、レジンコーティングですね。こちらの方ですね、使ってみたいと思います。こちらのですね、ボンネットの中のこういうね、薄い汚れたところをこちらの黒ツヤ復活で、綺麗にしてみたいという動画になります。はい、商品を、ね、箱から出してみました。中身は、この白いクロスと、それからこのスポンジですね、これで、ね、塗り込む、ね、やつなんですけど、これ3つに、ね、こう分かれてます、ね、これ取ってですね、1個ずつ使う。でここに、液をつけて磨くということですよね。それでね、これね、前にも使ってたんですけど、まあ、これが1つになるんですけどね、ここがね、角っこがね、隅の方とかがね、こうやりやすいんですよ、これが。で、こういう形状になってますね。とても使いやすい形状になってます。はい、それから溶剤の方なんですけど、ここからね、こう切って開けます。そうすると中に、溶剤が入ってますね。これですね、よいしょ。はい、レジンコーティングです。あ、ごめんなさい、レジンコーティングね、こちらね。はい、こちらが1本入ってます。以前はね、この箱に直接これ入ってたんですけど、乾燥とかね、そういったものを防ぐために、最近のは、残ったやつをこの袋に入れて保管する袋が、一緒についてますんでね、これは少しね、残ったやつが長持ちする形になりますね。すごくいいと思います。はい、部分的にね、ちょっとこのスノーマン使ってですね、スノーシャンプー入ってます。これで、先にですね、ここを洗ってみたいと思います。こういったところで部分的にね、水がないところで使えるっていうのがね、いいですよね。準備周到ですね。こういうのだとほら、
下にも迷惑かかんないし。ですね、大丈夫です、大丈夫です。うん、あの下の人にかからなければ。そう、で、これでほら、引き上げちゃうから、ね、水かけないから。これで、用意周到です。いい企画になります。ありがとうございます。じゃあ私ちょっとまた移動しちゃいますんで、はい、了解です。またよろしくお願いします。ありますんで、楽しみにしてます。はい、了解です。ありがとうございます。はい、細かいところ今ねちょっと洗い切ったんで、ホコリも取れてます。でこれからですね、こちらのじゃんレジンコーティング、こちらをね、半分に分けてまず一回こっち側からねやってみたいと思いますね。すごくね伸びがいいんですよねこれね。はい、こんな感じですね。半分塗ってみました。塗ってない方と塗った方ですね。こんな感じ。で、最初汚かったところ、ここね。ここね、なかなか綺麗になりましたね。ワイパーのね、ここのところはね、全部。境目。はい、付属のですね、白のクロスでね、拭き上げていきます。あ、どんどん光沢が出てきますね、拭き上げるとね。はい、塗り終わりまして完成です。いかがでしょうかね。はい、全部施工が終わりましてね、こちらねクロツヤ復活
今回はね、ボンネットを開けてエンジンルーム内のですね樹脂、こちらの方をね、黒ツヤを復活させてみました。こちらのレジンコートを塗ってで、白のクロスで、拭き上げる。統合は24時間だ。24時間は触ったり濡らしたりしないように注意するということですね。そうするとね、完全硬化しますのでね。はい、はい、今回はね、クロツヤ復活ということで、シェアラスターさんのレジンコーティング、こちらの方ねエンジンルームにやってみました。皆さんもね、ぜひこれお買い求めいただいてやってみてください。タイヤとか糸状樹脂部分、いろんなところに使えますのでね。はい、耐久性も6ヶ月ということなんでね、ぜひ、使ってみてください。それではまたね、バイバイ。